3年連続でナ・リーグ西地区を制したドジャースは、5日、日本時間6日、ら本拠地ドジャースタジアムで始まる地区シリーズでパドレスと対戦する。写真、大谷キラーのパドレス左腕、パドレスが2日、同3日のブレイブス戦に勝利し、ワイルドカードシリーズ2連勝で突破。大谷翔平投手、30、にとって初めてとなるポストシーズンではダルビッシュ。 松井との日本選手対決も大きな注目を集めそうだ。ただ、5試合制の短期決戦とあって何が起きるかわからない。地元紙、ロサンゼルスタイムズのジャック・ハリス記者は、連勝で勢いに乗るパドレスを相手にするドジャースについて考慮すべき8つの懸念とし、地区一位タイとなるチーム打率2割6分3輪を誇る攻撃力や最も低い三振率17.6%。 タティスの復帰、投手陣の充実などを挙げた。その中で不動の最強一番打者、大谷を脅かす存在も鍵とした。それはリリーフ左腕のタナースコット投手、32のことで、ハリス記者は、スコットとの対戦成績は1 0投番で9打数1安打1四球3三振。大谷と10度対戦した投手の中で打率1割1分 1, 分1輪以下に抑えたのは7人しかいない。 とキラーぶりを紹介している。大谷は地区優勝を決めた9月26日、同27日の直接対決でスコットから右前へ決勝の敵時打を放っている。しかし、これが唯一の安打とあって、勝負がかかる試合終盤の対戦でブレーキをかけられる可能性があるというわけだ。メジャー移籍7年目にして初めて掴んだワールドシリーズ制覇への挑戦権。 難敵を攻略して頂点にたどり着けるか。